ジャンルイジ、ジジュガリは、イタリア人、ラリードライバー。身長171センチメートル、体重71キログラムで、独身。イタリア北部のリビーニョ出身で、母子家庭に、育ち現在も同時に、母親と暮らしている。出身地付近には、スキー場が多数、アリ王将の頃からたしなんできた。ラリーデビューは1994年に、プジョー309時手を買って出場した。 ラリー・デラ・バルテリナでクラス3位に入賞。国際ラリーデビューは1997年にフィアット・チンクエチェントでラリー・モンテカルロに出場した。近年の WRC は極力ドリフトしない。双方がトレンドだが、ジジは大角度のドリフト双方を得意としている。基本的には音話で親しみやすい性格であるが、競技中は一変し、攻撃的な性格になるようである。 ペースノートを間違えた、小ドライバーをこづいたり、競技中の車内カメラで幕下てるシーンが録画され、いわゆるピーンで消されたりしている。この様子は DVD に収録されているが、最も競技中の表編は、プロスポーツ選手であれば、少なからず発言することであり、WRC 現役ドライバーの多くも同様である。一方で普段は運転する車に対する不平や、文句は公言しない方である。 また、日本が大好きであると公言しており好きな日本料理は、しゃぶしゃぶである。それゆえに、三菱自動車がワークス撤退した際には少なからずそのことにもショックを受けていたという。ちなみに、日本のラリー専門誌、WRC に掲載された、有野の厚志氏が描いた、自身のイラストを機に、入り、WRC 誌経由で、HPO イラストを発注したことがある。 本名のジャンルイジをほとんど使うことはなく、幼少からのニックネームのジジを好んで名乗り、メディアの取材でもジャンルイジと呼ばれるのを極端に嫌い、ジジと呼んでほしい。と、必ず注意喚起するほどである。そのために本のメディアでの呼称は、ジジ狩りで統一されている。日本において、ジジという名称は、宮崎駿の魔女の卓球便に登場する。 黒猫のジジが有名であり、ガリという名称からは赤木乳業が製造する評価のガリガリくんを連想させることから2005年のラリージャパン初3戦時に黒猫のジジのぬいぐるみとガリガリくんの包装を組み合わせた人形をファンからプレゼントされ大いに気に入った様子だった。2000年のモンテカルロでグレーン N トップ SS タイムを初記録しクラス3位入賞した。 さえのゼッケンが25番だった。ジンクスとファンへのアピールのためにそれ以降は極力25で出場するようにしている。所有しているヤマハのスノーモービルにも25のペイントが入っていたり、2006年に建設を始めた新居も5月25日に着工した。この新居の住所は本来17番地だが無理を言って25番地に変えてもらったほどである。 ペター・ソルベルグをはじめスポーツ選手がファンを大切にすることはよくあるが、時事も例外ではない。毎年、誕生日の1月13日頃に地元でファンが結集してイベントが開催される。ファンサービスのためにコスプレや箱乗りを披露したり、時間の許す限りサインや握手に応じる。前述の箱乗りやドーナツターンの他にドリフト中に窓から手を出しピースをする。 派手なドリフトでカウンターを当てたままジャンプさせたり、大角度ドリフトでコーナーアウト側にリアバンパーを接触させて脱落させることが多い。そのため、ランサー WRC05 ではリアバンパーの定位置の他に、車体フレームに直接ナンバーが描かれていた。2004年のボローニャモーターショーでは低速走行中のランサー WRC04。 から飛び降り走って追いかけて飛び乗るチン技を披露した。このチン技はペター・ソルベルグの戦争の的となり大いに悔しがらせたらしい。よくウィンクをすることでも知られている。ありがとうございます。